バリサン TV! バリサン TV! バリサン TV! よっしゃー。さあ、はい、ちょっと、あれだね。俺らもう、全然声かかんないよね。バリさん？じゃあなんか、イベントとかさ、そろそろ声かかってもいいんだけどな。まあでもちょいちょいなんか、お話は、まあ実はね、お話は来てるんだよね。お話来てるんですよ。いや、あとやり方何すんのって話にはな、なんか誘ってはくるけど、何できるのみたいなの多くない？みんな探りつつ誘ってきてくれるから、ね、俺らも分かってないし、分かってない、何できるんだろう。だから極端な話、ユッティさんネタできるからみたいな話になってしまい、まあでもそうなるよね。そうじゃないしね。そうだとしたらユッティって呼んでもらうからね。ネタをやりたくないのにさ、基本的に。よくないよ。そうだね。まあじゃあちょっとやりましょうか。やりましょうか。カズさんすいません。はい、じゃあ今日は私はですね、こちらですね。ラグワン。じゃじゃん。はい。ラグワンまずファーストですね。うん、ラグワンも聞いてた？聞いてた。これは聞いてた。だけど俺そんなに思い入れないんだよね、ラグワン。あ、そう。うん、俺ね。ファットの中でもしかして一番好きかもしれない。あ、ノーユースじゃないの？違う。へー、ラグワゴンで泣きメロというものをちょっと覚えたかもしれない。あー、そうなんだね。ラグワゴンで泣きメロを覚えて、ラグワゴンが好きになって、多分ノーユースってさ、ちょっとさ、うん、もうちょっと軽い甘いメロ、そうだ、ね、ちょっとエモに近い。ラグワゴンってさ、もっとさ、なんかこうちょっと重いと思う。あー、なるほどね。もうちょいガス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 してでしょ。その感じが好きなの。ね、ごめん、ストラングアウトも同じぐらいので、あのレコードと、ストラングアウトはもファットで一番最初に契約したのはこのシャチ。あ、そうなんだ。そう、このアルバムを出したい、ファットマイクがラグアルバムを出したいから、まずレギュラー作った。いや、そうなのかな、なんかそんな感じだった。で、このアルバムを出しましょうってなって。あ、じゃあもう、まあ、ファットマイクに愛されたバンドなんだね、一番。そうそうそう、それで、あ、そうなんだ。マイクでこれをファースト出した時はもうノーエフのパクリバンドみたいな感じで言われてた。言われてたんだ。そうだけど、この曲でね、アングリーデイズとかね、うんうん、アングリーデイズは分かるよ、アングリーデイズですね、うん、とあとミスターコーヒーって曲があるんだよ、うん、このミスターコーヒー、ミスターコーヒーで まあいいや、どうでも。な、いいの？それでさ、これで何が言いたかったかっていうとね、ロイヤルの小浜がさ、ラグワゴン大好きだったの。あ、そうなの。あの人は泣きメロのメロコだったら聞けたの。あ、なるほどね。あいつはその高校生の時に、うん、その学校の学園祭でライブをやると、うん、で、うちの地元の友達みんなで行こうっつって、うん、で、カバーを全部やってたんだけど、うん、このラグワゴンのミスターコーヒーをやってんだよ。あ、そうなんだ。そういうのをやってんだね、カバーでは。やってた。で、それこそレイジアゲッサーマシンもやってたし、うん、その時はだからラグワゴンのミスターコーヒーやってた。早いよね。ほいで、セカンドが出るわけですよ、ここから。ね、これ、セカンド。ここから、これ知ってる？うん、これでも俺聞いてないと思う。嘘、うん、これ名盤ですよ。あ、そう、これは名盤です、うん、このセカンド出て、このセカンドが出た時ってそれこそオフスプリングの、うん、なんだっけ、一番売れたやつ、アメリカーナ、スマッシュです。あ、スマッシュスマッシュじゃないもんね。そう、スマッシュ、それこそランシドのセカンドとかかな、うん、で、ローエフのパンクイン、うんうん、あのピンコードですね、うんうん、とかの世代で出した、あの1年間でこれ出てる、これもそうだし、あの辺全部同じ年代で出てる。あ、じゃあさ、
ほぼファットマイクが好きと言いつつも、うん、ほぼ同じって思っててもいいぐらいなんだね。まあ、ノーエルの方がでも全然先輩だと思うけど、そうそうそう、世代的に多分その頃は若手だったんだよ。それで、うん、この人たちはそのこれその流れでこれもまあまあ売れてよかったから、そのメジャーレーベルにうちで出さないって言われたけど、うん、いやファットレックでやりますってファットに残ってた。うん、あの時だからさ、ほらホームスプリントとか行ったじゃん、うんうん、やったからさ、うん、でその流れで結構ここも来てんだけど、うん、いや僕たちはファットってやります。今もってことだよね。今もファットでやってる。でこれはね、ねどれだ、どれかね、あれが入ってるのカバーが、うん、それが LL クール J のカバーとか入ってる。そっちをカバーしたいんだ。そう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 。でね、これの、ね、名曲はね、ゴーインサウスでしょ、アイスランドオーシェンでしょ、あとは全然興味ない、バイホン聞けばわかるかもね。 ノーイットオールわかんじゃない、聞けばわかる、みんなかけてたからね。ドゥ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 、なんかね、これがやっぱちょっと音もメタルっぽい。だからノーエフの初期の頃、あのオランブラザーとかのアルバムっぽい音なの。そっからちょっとそういうの抜けて、ちょっと重いとか スカッとした音になるこのセカンドで。で、俺はこのラグワゴンが大好きだから、うん、ラグワゴンが見たいなと思うわけですよ。そうですよね、ラグ行きたいよね、うんうん、で、ラグワゴンはね何回か切ってんのよ。ほいで、2021にラグワゴンツアーやるってなってたの知ってる？覚えてる？そうな、いやもうそんななのね、うん、で、ツアーをやるって言って、それがね、あの小浜と一緒にレコードやってる彼いるでしょ、あの子が組んでたのツアーを。そうなんだ。そういえばラグワゴンはお店にも置いてあったもんね。そうそう、ね、で、ね、あのナーズレコードの彼が組んでて、で、俺はあ、ラグワゴン組んだって言う時はもうソールドアウトしてたの。残念。それで彼に、小浜にラグワゴン行くの？何気なく聞いて、行くつもりっつって、あれうちの方がツアーやってんだよっつって、うん、えぇ、ー、っつって、うん、お金払うからどうにかしてくんねえよっつって、うんうん、で、あ、じゃあ聞いとくよって言ったら、やっぱツアーがさ、コロナでなくなっちゃったわけよ。ちょっと寂しかったの。あれ言ったじゃない、ファットレックの25周ラグワゴン出てたじゃん。出てたね。ラグワゴンテンション上がんなかった、うん、あんまり上がってない。嘘でしょ。俺上がってないのよ。見たよ多分。だからメイ16とかさ、みんなさ、うん、好きじゃん、うん、分かる曲はもちろんあるんだけど、俺はもうラグワゴン全曲分かったの。分かったっていうか全曲知ってる。何枚ぐらい出てる？ね、結構も出てる。出てる。3枚目がみん結構好きじゃん、みんなスリープ入ってるやつ、これの後。でそれも知ってるね、で、うん、4枚目があのチェックのやつ。でも相当出てんだね。出てる。で5枚目がそれこそメイ16かなのやつかな。6枚目かな、ちょっと聞いてみるよ。で7枚目が7枚目、いや出てる出てる、8枚9枚ぐらい出てるじゃん。追いかけてる全部。追いかけて全部買ってる。それはもう好きって言っていいよ。ありがとうございます俺のリンクとは全然違う。俺はそれで、うん、エアジャム復活した時あったでしょ、うん、2011か、うん、あん時にさ、あのギミギミズで出てたね、ボーカルギターで来てる。ああそう、うん、でギミギミズのメンバーでもあるからさ、ほい、うん、で俺はギミギミズっていうか、うわーラグワゴンのボーカルの上位だって思ってたの、うんうん、そしたらでギミギミズ見たくてさ、こうあの裏にいたじゃない、うん、俺たち裏にいてさ、こうやって誰かと喋ってたらさ、ちょうどギミギミズが準備かなんかでさ、で、ジョイがこうやって歩いてくるわけ、うん、うわ、ジョイだでした。そしたらね、誰かが英語で喋ってくれたの、うん、こいつがすごいファンなんだよって言ってくれたの、うん、で、俺がもうテンション上がってて、わーい嬉しいなーみたいなのやってたらあー、やっぱりーみたいに言われて、めっちゃめちゃ嬉しかったの。めっちゃ嬉しいね、それ。背めっちゃちっちゃいと思って。あ、ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい。で、ね、ギターがね、2メートルぐらいあるの。すごいね。そう、ほんでギターがね、弾きながらこうやって片膝ついてここに座って歌ったりする。ああかわいい、ファニーじゃん。そうそう、うん、めちゃめちゃかわいい、うん、で、ラグワゴンのさ、うん、ファットの時に覚えてる、こうラグワゴン歌ってる時にさ、
メンバーの子供がさ、前にこうやって座ってたの覚えてる？あったかもしんない。そう、みんなこうやってお客さんの方座ってさ、ニコ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 やってさ、あ、メンバーの子供が、いや、あったかも。かわいいね。なんだろう、一緒にあそこで見てたのにな、そんなに感情が違ったんだね。嘘でしょ、うん、ラブアゴン通ってないのね、同じ時代なのに。ラブアゴン、でもさ、リーダーとかスリープよく流しちゃうじゃん。だから俺リーダーのイメージがあるんだよ、逆に。ああ、そうかそうか。こっちのメロディックな感じは。俺ラブアゴンは多分ね、ワンマンも、ワンマンっていうかそのラブアゴン単体のツアーで来てる時も行ってんだよな。まあ、いろんなジャンルあったからね、あの頃ね。だから俺とか小浜はこのラブアゴン泣きメロが好きになって、こっからスウェーデンの方に、ね、ああなるほどね、うん、サタニックとかさ、そうね、プライドボールとか、スウェーデンのバンドを掘り始めるんだ。今度ではスウェーデンのバンドでもなんかコメントでもあったもんね、スウェーデンやってください、うんうん、ではじゃあ今度はスウェーデンのバンドでお会いしましょう、お会いしましょう、よろしくお願いします。登録いいねよろしくお願いします。ラグアゴンからのいいね待ってます。バイバイ、バイバイ。